GNU-C ライブラリー、GNU-C ライブラリー、GNU-C ライブラリー、g リブック、GLIB-C は GNU プロジェクトによる標準 C ライブラリー実装。もともとは GNU オペレーティングシステム向けにフリーソフトウェア財団が作成したもので、2001年からは主要なコントリビュータでメンテナーでもある、レッドハットのウルリヒドレッパーらからなる委員会が開発を監督していたが、 2012年3月にコミュニティ主導の開発プロセスへの移行のために委員会の解散が決定した。GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスでリリースされているフリーソフトウェアである。1980年代 FSF のために作業していたローランド・マグラスらを中心としてグリーブックが書かれた。1988年2月 FSF は グリーブックがアンシー C の要求する機能をほぼ完全に実装したと発表した。1992年にはアンシ C-1989 とパズウックス1から1992対応済みでパズウックスに対応作業を進めていた。1990年代初期、リナックスカーネル開発者らがグリーブック開発をフォークさせた。 Linux LIBC と呼ばれた、このフォークは数年間続き、バージョン2から5までリリースしている。1996年、FSF は Greebook 2.0をリリース。完全な PazX 標準サポート、優れた国際化、多言語サポート、IPv6 サポート、64ビットデータアクセス、マルチスレッドのサポート、 将来のバージョンとの互換性サポートなどの改良がなされ、同時にコードは移植性に優れていた。この時点で Linux カーネル開発者らはフォークをやめ、再び FSF の g リブッ b を使うようになった。Linux Libc の最終バージョンの内部での名称は Libc 総5になっていた。この後 g r e b に X に引き継ぐため Linux では ソナメを LIBC-SO6 としたアルファ及び IA64 アーキテクチャ向けは LIBC-SO6.1 になっている。このソナメは LIBC-6 と略記されることが多い、例えばデビアンのパッケージ名。リチャード・ストールマによれば Linux-LIBC で加えられた変更は著作権の状態が不明確であるためグリブックにマージしないとした。 GNU プロジェクトは著者と著作権の記録を厳密に行うのが常ある。グリブックは様々なカーネルやハードウェアアーキテクチャ上で使われている。最も一般的なのは X86 ハードウェア上の Linux カーネルを使ったシステムだが公式にサポートしているハードウェアには X86 Motorola 680X0 DECα PowerPC アーム、イトラクスクリス、S390、スパークなどが含まれる。公式にサポートしているカーネルとしては、GNU ハードと Linux カーネルがあるが、多数のパッチを当ててフリーブースド及びネトブスドで動作するようにしたバージョンも存在する d バ i アンヌー、クフリーブースドと d e ア i a n GNU、ネトブスド。また、修正を加えた上でビスのリーブルートとしても使われており、 ハイクに受け継がれている。グリブックは次のような標準で要求される機能を提供している。さらに、グリブックには GNU の開発に便利、または必須と思われる拡張も提供している。2015年1月27日、セキュリティ関連企業クワリスの研究者が深刻なセキュリティホールを発見した。該当する。 GNUC ライブラリーのバージョンは2.2から2.17である。このセキュリティホールは2013年5月21日にリリースされたバージョン2.18の更新で修正されているが多くのディストリビューションではこの修正が適用されないまま使用されていた。現在は沢のディストリビューションで修正されたパッケージが利用可能となっているため更新は容易である。 この脆弱性では、名前解決に使用する関数に採掘したホスト名を、私、バッファーオーバーフローを発生させることで任意のコードの実行、ドス攻撃が可能となる可能性が発生する。この脆弱性は、GNUC ライブラリーのジェタービネム関数、ジェタービネムに関数を利用するソフトウェアで問題が発生する。2015年1月28日現在、 メール転送エージェントのエキシムが遠隔からこうを受ける可能性があると確認されている。グリブックはかつて、例えばリーナストーバルズや組み込みリナックスのプログラマらから他のライブラリーよりも重くて遅いと批判されたことがある。そのためメモリ容量の少ない標準 C ライブラリーがいくつか開発されてきた。GCC ではターゲットが GNU、Linux の場合、 マリビシ、ミュークライビシ、ウバイニックで切り替えられる。しかし、標準への適合性、完全性、各種サポートが存在する点などを考慮して、グリーブックを小型機器に採用する例も多い。例えば、オペンモコや iPad 向けのファミリアリナックス、グップ使用時がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。